情報をもとに特定しました。やっ人不明の有毒ガスが発生して立ち入り禁止にな、犠牲者も出ています。今は中には入、これ地下水路の地図です。それにしても他の者たちより早く君こ連絡役を頼む。はい、はい、本当にカラが存在するのかどうか。噂には聞いていたけど雨隠れの里、さっきの下人たちはお前の部下なのか。でもナルトの方針さ、もうかつてのような。やったか。うわ、盛大な歓迎だけどその程度じゃ。てめえらに殺された仲間の恨み。たちは今日初めてここに来たんだ。俺たちはとある組織について調べている。はい、話を聞かせてくれないか。何もないけど。もういいかい。どうの。あ、おじいに少しお、おじいはここで。仕方ねえだろ、まだ未だに再建の目処も立ってねえ。ここは大切な場所だったんだ。君の仲間を殺した組織は。でもその呼び名は聞いたことがあるよな。奴らのアジトに、奴らがいつか。ある日俺たちはその場所を偶然見、奴らあそこで何かの使っちまって仲間たちはしやがった。なんとか助かったのは俺一人。未だに地下深くはところどころ毒ガスが動いてんなら、なんでもっと早く助けてくれな。そいつらのアジトはどこだ。え、悪い、これ以上やっぱりにあんたらの力を貸してくれな。もう長いこと誰の手もは、あんたたちが持ってきた地図じゃ役に立たねえ。むやみに横道に、さ、完全に毒ガスが抜けてないからな。違う、今日は行ける範囲だけだけどな。になってから少しずつ調べてた。そんなの関係ねえ。俺を支えていたのはこの先がやっぱり。確かにこれは君、奴らのアジトは地下の一番奥にある。頼む、この岩をどかすのを手伝ってくれ。俺がやる。任せたよ。いるんだこの先に。お前ら待ってろ。おい、嵐。どっかが嵐、お前に効くなこの毒。あいつらもそん、俺の仲間たちさ。なぜ、なぜお前ら大国の連中、誰も、彼らは俺の希望なんだよ。ええな。いや待てよ、まだ近一度ここを毒ガスで覆って誰も入れなくして殺せると思った。木の葉の忍びを舐め、分身だよ。君も多少の忍術がつく。途中まで君はとにかく慎重だった。最後の最後に何の準備もせずに飛び出し、残った仲間の遺体にたどり着いて勘。お前の目には怒りの中に、の任務はカラの存在を確かめることだ。じゃあ改めて教えてもらえるかな。
どうやら利用されていたとだ。利用されたんじゃない。食らったら死ね。彼は希望なんだよ。おそらくこれもカラの仕掛けだろう。あいつに地下まで案内させ、もろとも忍法超獣ギガ飛ばすよ。待て、収穫はカラは実在するってことだ。そうだね、ガラシを見出さなきゃいけないほど絶望が深い。そうか、カラは分かったけど、それは確かだね。利用されていただけだろうな。だがどっちにしても厄介だな。も大きな組織かもしれねえ。そうだね、実験施設らしきものを見つけた。大実験。そうだ、オロチマル。ええな。とにかくカラの実在は。みんな引き続き頼むってばよ。報告書は読んだかい。ああ、いいの。電信を何度もかけて彼の一連の行動は、彼に操られて科学任務の情報を外に漏らして。よし、片助は科学任務班に必要実験がかなり遅れてるっていう報告が上がった。それ以上に開発のスピードを早めるしかない。分かった、すぐ手配する。俺たちの国だけじゃねえ、他の国もってばよ。雨隠れだったそうだ。すでに放棄したし、まあいい。お前計画は順調に進む。